こんにちは、たくむです。私は普段メインで荷物をとにかく減らしたスタイルでキャンプを楽しんだり、ちょっとオートキャンプを楽しんだり、登山をしながらアウトドアネタを発信しています。今日はですね、キャンプ道具の中でも特に人気のあるジャンル、焚き火道具についてお話しします。キャンプするために道具を揃えたい、ちょっと調べてみるといろんなスタイルのキャンパーさんが役立ちそうな道具とかかっこいい道具紹介してますよね。それを見てると、この道具欲しいな、あの道具も買っといた方がいいんじゃないかなという風に思いませんか？それと同時にこんな風にも思うと思います。買ったはいいけど、結局1回か2回ぐらいしか使わずにガラクタになっちゃう、そういう買い物は避けたいなと。せっかく買うんだったらやっぱり失敗したくないと。そこで今回は一通りの道具を揃えた私が、結局どの焚き火道具は持って行って、どの焚き火道具には戦力外通告を命じることになったのか、それについて包み隠さずお話します。まあ、結局ね、笑えないぐらい失敗してたどり着いた道具なんで、本当に結構教えたくないんですけど、今日は頑張らせてもらいます。キャンプ好きの方に楽しんでもらえるお得な情報をバンバン出していくんで、今のうちにチャンネル登録だけして動画がアップされるのをお待ちください。それでは見ていきましょう。一つ目の道具がこちら、ティンダーポーチです。ティンダーっていうのは北地っていう意味なんで、朝紐とかチャークロスなんかの北地を入れておくためのものなんですけど、正直必要性はそこまでないロマンのためのアイテムです。まあ、これはもうまさに見せかけのミスターサタンなんですけど、ここからこう開けて道具とかを取り出すだけですごい気分が上がるんで、それで使っています。まあ、実際に北地を自ら守るっていうのが目的なんであれば、100円ショップとかに売ってるこういうね、密閉の袋さえあれば十分快適な焚き火ライフ送れますんで、まあ、一つ目のこのティンダーポーチ、これに関してはロマンのためのアイテムかなと思います。続いてはファイアースターター、まあ、こういうフェロセリウムとかね、マグネシウムみたいな成分の金属の棒です。これとナイフですね。こいつらは僕の認識の中では最強のシックスマンっていう感じです。まあ、私の考えでは、焚き火の着火にはメインの着火道具っていうのと保険のね着火道具2種類持っておくのがいいと思ってるんですね。そこでこの保険の道具っていうジャンルの中で一番私が信用しているのがナイフとファイアースターターです。僕は結構ね、こう山とかで落とし物するんで、まあ、何本持っててもいいかなと思って2本ぐらいは持ち歩いてるんですけど、皆さんもこう思ってますよね。そんな原始的な焚き火の仕方、私にはハードル高いなーとか、まあ、実際ね、こういうライターとかバーナーの方が楽に着火することできますし、火力もあります。まあ、ただしこういうのはこの赤いボタンですね、ここを押すことによって可燃性のガスの中に、まあ、火花がね飛ぶような構造なんですよ。ただ標高が高い場所に行くと、この電子式がうまく作用しなくって、全く無用の長物にねなっちゃう可能性があるんですよ。さらにこれよりアナログなマッチに関しても、もしね水で濡れてしまうと全く使い物になりません。中にはマッチの外側をねコーティングすると、それで防水性を保つなんていう工夫をしている猛者もいますけど、このナイフとファイアースターターさえあれば、いくらね水に濡れようが標高の高い場所で使おうが問題なく火花が散りますんで、こいつらを使うのが一番確実な着火方法の一つです。もしもあなたがフェザースティックをね作る技術に長けていたら、雪山に放り込まれようが、このナイフ一本で暖を取ることだってできます。ということで、まあキャンプ場とかでは使わないこともありますが、この着火方法としてナイフとファイアースターター、これは今でも比較的よく使う道具です。続いては、ね、こういうアックスですね。さっき紹介したナイフ、バトニングとかする際にもよく使うんですけど、このアックスに関してはその強化版だと考えてください。同じようなランクの道具としてはナタもあるんですけど、まあね、スカンジナビア半島を起源とするそのナイフだったりアックスの文化に関心があるキャンパーさんだったら、まあアックスにはすごいね憧れがあるだろうし、もしくは、まあ、日本刀の系譜を引くマタギ文化なんかに関心がある方はナタの方にねより憧れを感じるかもしれません。まあ、ここは結構好みが分かれるところかなと思います。まあ、こういうアックスだったりナタっていうのは特殊なキャンプスタイルを実践し始めるまではそれほどね実用的な価値はないかなと思います。ここでじゃあどんな時に使うのって思いますよね。使用する目的を考えてみましょう。まあ、焚き火道具の中で出てくるこういう刃物っていうのは基本的に薪を小割りにすることが目的です。薪をなぜ小割りにするのかっていうと、大きく2つ理由があります。ある程度薪を縦向きに割って細くするっていうのが1つの目的で、もう1つは焚き火台が小さいからそこにね収まりよくするために薪をカットして短くするっていうような用途です。まあ、そう考えるとホームセンターなんかで売ってるサイズの薪っていうのはこういうねシースナイフが1本あれば十分に小割りにできてしまいます。ということで薪を割るっていう用途にはオーバースペックかなって思うんですね。さっき言った薪を短くするっていう用途にはこういうね、ノコギリで、そもそもカットした方が楽なんで、まあ、批判するわけではないんですけど、自宅待機をね、演じてる間に、自然と忘れ去られて、ナイフとか、ノコギリを使うキャンパーさんも多くいるのかなと思います。まあ、実際僕も山に入るときに、熊対策として持っていくことはあります。僕が入ってる山は、実際熊と遭遇したこともあって、まあ、ちょっと不安があるんですよ。で、このアックスっていうのは、もともとバイキングっていう海賊が武器としてね、使用してたぐらいなんで、戦闘力を
アップさせることもできます。まあキャンプ場とか行くときは持ってる側なんでいいんですけど、こうキャンプサイトって結構密接してるときあるじゃないですか。で隣がファミリーキャンパーさんとかで、僕がこれ持ってちょっと歩いてて遭遇したら、やっぱりねなんかこう仰々しいなって思われちゃうんで、うん、そういった意味でもあまりキャンプ場には僕はこれは持っていかないようにしてます。で、これはシルキーから出てる、ポケットボーイっていうノコギリです。まあ最初焚き火道具何を揃えたらいいのかなってカタログとかを手に取ってみると、大概ノコギリって載ってるんですよ。だからあやっぱり必要なんかと思って買うんですけど、じゃあ実際本当に必要だと思いますか？まあ、私は実は結構使うんですけど、まあ正直揃える時の優先度っていうのはかなり低いかなと思います。もしも買うか迷ったら、あなたの持ってる焚き火台と相談してみるのがいいと思います。まあ、例えば、こういう、形の焚き火台を使うのであれば、薪だとして、入らないんですよ。そしたら、ここに、お鍋を置いて料理することもままならないですよね。だから、ノコギリで薪をカットしていくっていうような作業が必要にはなってくるんですけど、まあ、薪の束をね、片っ端からノコギリでカットしていくなんて、もう絶対ストライキするぐらいにしんどいですよ。ということで、できるなら、そのまま、やっぱり薪カットせずに燃やせるのが一番いいです。焚き火台の形状をしっかりね、広めのものにさえすれば、そんなに使わないのかなっていうのが、まあ、このアウトドア用のノコギリです。まあ、よく行くキャンプ場が結構ね、野営に近いようなスタイルでできたり、ブッシュクラフトができますよみたいなのを売りにしてるところだったら、枝を払うにも使えるし、枯れ木とかカットしてタープのポールにするにも使えるんで、まあ、そういう時に購入を検討してみてもいいかもしれません。今度は朝ひもです。まあ、これは100円ショップでこういう感じで売ってたんですけど、買ったのいつだと思いますか？そう、もう2年ぐらい前です。だからこうやって何百円分か買っておけば本当にね一生使えるんじゃないかっていうぐらい持ちますんで、すごいおすすめです。用途としてはさっき紹介しましたこのナイフ、この背のエッジ部分でファイアースターターをジョリッとすれば火花が出るんですけど、小さなね火花が飛び散るぐらいで、それが杉っ葉についたからボーッと燃え上がるとか全くそんなことはないんですよ。まあ、それぐらいごくごく小さな火花しか出ません。だからその火花を確実に拾ってくれる牧地が必要になるわけです。まあ、その時に使うのがこの麻紐です。もちろん木をねこう削ってフェザースティック、これをすごくすごく薄く仕上げる技量があれば直接そこに着火することもできるんですけど、まあ、結構時間がかかりますし、少なくとも1回や2回ではつかないことが多いです。ということで確実に1回でつけようと思ったら、これをね 2-30cm ちぎってやって解きほぐすんですね。綿菓子みたいなのを作ってそこにピッと火花を飛ばします。そしたら確実に燃え上がってくれるんで、杉っ葉だったり爪楊枝ぐらいのサイズの枝とかをくべてやると火力がねまた一段増しますんで、そうやって使っていくのがおすすめです。まあ、ただこの麻紐ね濡れてしまったらもう意味がないんで、密閉性の袋に、まあ、必要な 2-3m ぐらいだけ切って入れておくと使えるんでおすすめです。今度はアウトドア用のライターです。まあ、焚き火道具の主役といえばやっぱりライターですよね。皆さんは今こう思いませんでしたか？こういうねアウトドア用のライターって買った方がいいのかなって。キャンプの雑誌とかには当たり前のようにこういうライター出てきますけど、安心してください。100円ぐらいで売ってるライターで十分です。まあ、特にあの豆粒ぐらいの歯車がこうついてて、親指でジョリってやってつけるフリント式のライターってありますよね。あれとかだと下手するとアウトドア用のライターよりも使えるかもしれません。真冬のキャンプでもキャンプ場に着いてからポケットにさえ入れておけば、そのね体温で温まってちゃんとついてくれますし、まあ、こういうね電子式のライターと違って確実に火花を飛ばせるのはフリント式のライターなんですね。だからアナログなフリント式であえていくっていうのも名実ともに優れた選択だと思いますんで、試してみてください。まあ、余裕があればこういう風に強いターボ式のライターっていうのを購入してもいいかもしれないんですけど、まあ、焚き火道具の中で、ことさらこういうアウトドアライターにこだわる必要はないのかなって思ってます。はい、今度は着火剤です。まあ、これはホームセンターとかアウトドアショップに行ったら大概置いてあるんですけど、皆さんこう思いませんか？これだけいろんな道具があればもう着火剤なんて使わないでしょ、着火剤って初心者が使うんでしょ、そんな風に思った方もいると思います。まあ、何を隠そう、私自身も着火剤を使うなんて邪道だとか、新聞紙燃やすなんてなんか汚いなとか、まあ、そうやってね生意気にも思ってた期間があったんで、すごく気持ちはわかります。まあ、そんな私もいろんなキャンプのシチュエーションを経験するにつれてだんだん考えが変わってきました。まあ、主にこういうのにね頼りたくなるシチュエーションっていうのは2つに分類できるかなと思います。1つ目が環境的な制約。例えば海辺のキャンプ場に行った時、まあ、そこは地盤が石
海岸で砂を引いただけの地形だったんですね。だから杉っぱとか爪楊枝サイズの枝をはじめとする焚き付けは一切落ちてないし、もう本当に持参した薪だけが焚き火の燃料っていう状態だったんですよ。本当にメタルマッチだけしか持っていかなくて、火をつけるまでの目処が立たないと、もう本当に世紀末みたいなテンションで夜遅くにね、なんとか火を起こして食べた経験もあります。まあ、それとか寒暖差がめちゃくちゃ激しい山での野営だったら、冬の朝ですね、起きたらもう全部に霜が降りちゃってて、半分凍ってるのか湿ってるのかわからないような燃料しかないんですよ。しかもそういう山間部って日照時間も限りなく少なくて、昼過ぎまで太陽昇ってこないんで焚き付けも乾かないんです。まあ、そういう時にもやっぱり着火剤なしの焚き火っていうのはめちゃくちゃ骨が折れます。二つ目が時間的な制約です。例えばキャンプ場でこう夜なかなか眠りにつけなくて、まあ、朝起きたら案の定寝坊するわけですよね。そしたらチェックアウトまでこう2時間ぐらいしかないと、まあでも軽く焚き火だけしときたいなっていう時あるじゃないですか。あんな時にまた一番燃えやすそうな松ぼっくり拾いに行って、杉っぱ拾いに行って、枝ちょっと集めてきてするのはめちゃくちゃめんどくさい。そういう時にやっぱりすごい重宝しました。というわけでキャンプ場行く際は、未だに僕も使ってますし、まあ焚き火に慣れてない初心者さんには特におすすめです。今度は伸び縮みするタイプの皮膚希望ですね。ちょっとわかりにくいんで出しますけど、こういう感じで伸ばすことができます。まあこれは見事にタイトルの伏線を回収してて、あまり使わなくなった焚き火道具の一つです。まあそもそも焚き火なんて燃えればいいわけですから、まあ直接ねこう地面に這いつくばってで息を吹きかけたら、十分に炎立つんですね。し、まあ効果もほとんど変わりません。まああと使ってる人はわかると思うんですけど、こう唾がね中に入って蹴って出したら飛んだりするぐらい気づかないうちに唾が溜まるんですよ。だからまあ帰ったらこうちょっと洗って干してっていうような手間もいるんで、最近はそんなに使わないです。まあそうは言っても使うシチュエーションもあります。例えば複数人でオートキャンプをするっていうような時には、私は持っていくんですね。焚き火台を四方からこう数人で囲んでて、まあ直接息を吹きかけたら灰がブワーって舞うんですよ。もう本当にその周りでこう食卓みたいなの作ってみんなで料理してたら、もうシラス大地みたいになっちゃいます。灰巻けば、桜でも咲くんだったらね喜んで灰巻き上げてやりますけど、もう本当にこれに関しては誰もハッピーにならないんで、この皮膚希望を使って置き火の中心だけをねこうフォーってやって優しく炎を開ける、まあ、そういう用途では十分に使い道があります。というわけで、まあ、焚き火道具の立ち位置としては必須のものというよりは、あれば火遊びがより楽しくできるかな、火の調整がまあより繊細にできるかなっていうような道具ですね。まあ木のね取っ手がついてたりとか、外装にこだわったようなものもあるぐらいなんで、まあ、もしかするとロマンのアイテムなのかもしれませんね。今度は焚き火台です。焚き火台なんて何使っても大差ないよとか、焚き火台だけで一気に雰囲気って変わるんですよみたいな、いろんな意見があると思います。映画なんかもこう真っ暗なシアターの中で大画面で度肝を抜くような大音量で五感をフル稼働して見てると、あたかもこう自分が経験したような感じになるのに対して、まあ、自分の部屋で寝転びながら SNS いじっておーとか言いながら消費コンテンツとして見てるのとでは全然違う体験になりますよね。焚き火ってもともとある薪をこうくべてくべて燃やしてなくなる、そういう刹那を楽しむものだと思うんで、もしかするとこの焚き火台っていうね舞台によって異なる体験になるのかもしれません。そんな焚き火台なんですけど、よく使う使い続ける焚き火台と、はたまたタンスの奥に眠っちゃう焚き火台、まあ、ここにはどんな違いがあると思いますか。まあ、私は焚き火台には2つの分類があると考えています。まあ、1つ目、薪をこういう横向きにくべることができるのか、縦向きにこういう風にしかくべることができないのか、五徳があって焚き火料理にも使いやすい、はたまた五徳とかが一切ないような形なのか、まあ、この2種類の組み合わせによって大きくは4通りの分類ができるんじゃないかなって個人的には思ってます。私が使わなくなっちゃったなとか、使うシチュエーション結構限られるよなって思ってるのは、こういうね薪が縦にしか置けない、もしくはサイズの制約がかなりある、まあ、こういうタイプの焚き火台です。一方ですごく使い勝手がいいなと思うのが、まあ、こういう薪を横向きにくべることのできる焚き火台です。その中で、まあ、もしキャンプ場に行くのであれば、こういう五徳がついてて料理とかもしやすい、こういうピコグリル型の焚き火台が使いやすいなと思いますし、ブッシュクラフトでね生活に必要なものを作り出そうって時はもうあえてここに薪だけ置いて、ホットクレーンなんかをね自作して上から吊るすような工夫を楽しんだりしてます。最後は
ちら火バサミです。これを持っていかないっていうのは、スープ飲むときにスプーンがないみたいな、そういう状態です。あると便利だけど、なくてもなんとかなるよなみたいな、そういう立ち位置の焚き火道具です。用途としては、広葉樹の薪とかは燃やしてると置き火っていうね、炭に近いような状態になってきます。それがね、どんどん下に下に溜まっていって、上にくべた薪っていうのは赤い炎として上がるんで、ちょっとゾーンを分けたいななんていうシチュエーションがあるんですよ。その時に、こういう火バサミを使って、ゾーンを分けてやると、そうすると、置き火ゾーンでは物を炙ったりするような料理に使って、で、このメラメラとした赤い炎は湯を沸かすことに使おうか、なんていう風に分類してます。で、はたまた料理が済んで、今度寒くなってきたなってなったら、その置き火の上に大きい薪をこれで動かしてくべてやると。そういったように焚き火をいじることに使う。あともう一つの用途としては、夏場が中心なんですけど、山とかで焚き付けを集めてる時に、倒木とかの周りにある枝、どけてたらマムシとかがいるんですね。ヤマカガシに関しては結構逃げ足早いんで逃げてくれるんですけど、マムシって結構じーっとしてるんですよ。だから僕もはぁと思って一息ついた時にマムシ、おったんみたいな、そういうシチュエーションあったんで、毒虫対策にも使えますし、あと素手で掴むと人によってはね、皮膚がちょっと痒くなったりするんで、焚き付け集めにも巻きバサミは結構使えます。ただ万一忘れていっても、くべてない薪を使ってこうだるま落としみたいにコン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 ってつついたら、焚き火ある程度いじれますんで、ご自身のスタイルと照らし合わせてニーズがありそうだったら、購入をね、検討してみてもいいかもしれません。それではまとめにいきます。本当に必要な焚き火道具はこれだけです。焚き火台、どんなシチュエーションでも火をつけることができる着火剤、ライターです。これが、万人がね、焚き火をすることができる焚き火の3種の神器だと思っています。で、先ほど紹介したこの3点がメインの着火方法だとすれば、予備で持っておくと安心なのは、この3種類です。左から順に麻紐、ナイフとファイヤースターターで飛ばした数少ない火花を拾うことができます。で、こちらはね、長めのファイヤースターターです。こういう長めのファイヤースターターだったら地面に押し当てておいて、上からスライドさせるように火花を飛ばすのが一般的ですが、こういうね、小さめのファイヤースターターだと、こう持ったままギュッと飛ばすこともできて、私は個人的には小さいファイヤースターターも好きです。で、あとはナイフですね。これはフルタングでバトニングにも使えるシースナイフです。ということで、いろんな道具を紹介しましたが、私が今使っているのは、以上の6点です。SNS を開けば目新しい道具が見つかるし、その道具が本当にいいものなのかっていうのは自分で使ってみないとわからないってなことで、気がついたら Amazon の箱が目の前にあるなんてこともありますよね。本当は隠したくなるような失敗も丸々このチャンネルにアップしていきますんで、そういうのを見逃したくないなって方は今のうちにチャンネル登録しておくといいと思います。少しでも役に立ったって方はグッドボタンよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。